6月の牛乳月間に合わせ、県内の酪農家などが県庁を訪れ、消費拡大のため県産の牛乳を PR しました。はいはい、県庁で牛乳を PR したのは、県内の酪農家3人と JA 佐賀の大島信之組合長です。日本酪農乳業協会現 J ミルクは、2007年6月1日を牛乳の日、6月を牛乳月間と定めています。

ウクライナ情勢や急激な円安による飼料価格の高騰などにより県内の酪農家は2018年の45戸から去年39戸まで減っているということです。